今日はここにね大豆のね種をまきたいと思う。この狭いところにね。なんでかっていうと、まあ育苗だよね。何を育てようと思って。で、豆ってさ、大豆ってさ、発芽した時この豆自体が最初の仕様として出てくるので、その仕様がね、要するに人間でいうところの枝豆みたいなもんで、ハトとか鳥からするとすんごいごちそうなわけさ。美味しいすんごい美味しい枝豆なのよ。だから食べに来るのさ、多分食べに来るんで、ここで育苗して、まとめて育苗して、それを植え替えるっていう作業をしたいなって思います。かなり過密に作るんで、まあ、早めに植え替えしたりするんだけども、でやり方としてはこれで鳥をね守ろうと思うの。この中で育苗して取って、で移植する、苗を作って植え替えして大豆を取ろうと思います。でまずはちょっと待って、もう少しだな、もう少し後つけた方がいいな。ね、この入った溝の範囲に植えていくと。で上溝はこの棒で、よいしょ、大体の場所分かればいい。よいしょ、よいしょ、結構過密にやってます。ていうか思った以上にね、そのコンテナの幅がねちっちゃかった。もう一個持ってくればよかったな。よいしょ。そしてここに大豆を発種していくと、これはよいしょ、待て、やりづれえな。よいしょ、大体 1,2 センチ間隔でひたすら置いていく。でこれで今巻き終わりました。でこれさ、この種自体がさ、あの2年前の自分のところで取った種なのさ。で忘れてたやつだから発芽率は落ちてると思うんで、ちょっと過密に巻いたのね。さっき説明し忘れたけども。でこうしたら、あとさっきの棒でまた押して埋めると。これで豆がね横に左右に動くことがなくて、まあ、ちょうどよく固定されると。でかなり正式なやり方じゃないよ、かなり楽してやってるよ。でこれで埋まったら、周りの柔らかい土をかけていく。臭いやない。そしたら最後、大根の時と同じく鎮圧。これで水持ちを良くして、根っこがね活着しやすいように、こうやって圧をかけていくと。よいしょ。そうしたら上からこれを元の溝と同じ幅に押しかけて、で後で石でも探してきて重しにして、この中で苗ができると。でこれだったら、まあこっからちょこっと食べれるかもしれないけれどもね、この持ち手のところからね、大体の苗は生き残ると思うんで、鳩とかに食べられないで豆の苗できると思います。まあ一応ね残った種もあるんで、これ普通に巻いておいて、で結果ぶれたところに巻くみたいな予備として、これを使っていきたいなって思っています。まあ
実はね、沖上平山の方の大きい畑の方で何年もね、ここ 2,3 年か鳩が出てきて、今までいなかったのよ。で、毎年食べられてうまくいかなかったのね。だから今年からはこういうふうに丁寧に、範囲は狭くなるけれども苗を作って、植えていきたいなと思う。本当は直で直巻きでやって、そのまんま育てるのが一番楽で大量に作れるんだけども、どうしてもそういかない事情できたんで、今年はこういうやり方でやってみました。これがうまくいくかどうかはわからないけども、まあいくと思うんだけどもね、楽しみにして育てたいなと思います。結構大豆欲しいって人いたんでね、なんとかして今年はうまくやって食べたいって人に届けたいなと思います。直巻きもね、ついでに動画にしておきたいんだけども、大抵さ、2粒巻いて2本立てで植えたりするんで、2粒巻きます。まあ発芽率が悪いから、こいつ多分ね、1年間置きっぱなしだったから3つで、だいたい30センチ3つで、30センチ3つっていう感じで埋めてポンポン、こういう感じでいきたいと思います。まあ多分鳩いるから直巻きダメだと思うけれどもね、鳩いれば本当にあいつは食べに来るからさ、鳩じゃない、山鳩、まだここで姿は見てないけれども、きっと来ると思うんだよな。まあそれはね、分かんないけども、来たらさっき育苗用に巻いた、やつを植えたいと思う。まあ、今度来た時ここに膨張紙糸ね貼っておくけども、一応ね、膨張紙でもね、買っても横から来て横から食べたりとかされてさ、痛い目見たことあるんだよね、だけども一応やらないよりはやった方がいいと思うから、それをやってなんとかしのげるかどうかやってみたいと思いますんで、どんだべがねうまくいけばいいな。